ネルギー源として電力を生成し、稼働するロボットの開発に成功しました。ええ、タンパク質です。ですから、農作物の害虫駆除などに大いに役立つでしょう。このロボットの大好物は、実は人間なんです。まあ、人間はタンパク質の塊みたいなもんですからね。でも、人間が食われちゃたまりませんからね。ちゃんと人間を食べないよう、プログラムを組んであります。ご心配なく。戦闘型アンドロイドが4体出来上がりました。これで暴走した虫を殲滅できます。なんで女なんだ。研究の結果、戦闘型に最適な脳は女だったんです。運動能力、判断力等、総合的な資質を持ち、なおかつ新鮮な脳であるという条件をクリアした脳の持ち主が女だったんです。新鮮な脳があれば量産できるんだな。大丈夫です。何やってんだ。大丈夫なのか。どういう意味ですか。アンドロイドがまた人間を襲ったりしないだろうな。あいつは天才だが信用はしていない。量産体制に入る前にテストをする。ついては君にも一緒に行ってもらう。一緒に。こいつらがまともに戦えるのか戦闘データを収集解析する。それが君の任務。どうした？分かったのか？分かりました。でも条件があります。条件？私はアンドロイドとして彼女たちと行動を共にします。アンドロイド。そうだな、それがいい。あいつらもまた虫と同じように暴走し、いつ人間を襲うとも限らないからな。頼んだぞ。Thank you.
たちは街を破壊しに来たわけじゃないのよ。待ちきれないんだよ。早く出てこい。マキさん、この辺りは安全地域ですから敵は出てこないですよ。そんなことは分かってるって。マキ、そんなに楽しみ？レナは本当に闇だよね。なんで私みたいにストレートになれないかな。前方に敵を発見。さあ、戦闘モードに頭を切り替えて。陽子は前方、マキは後方攻撃準備、陽子は情報収集、レナ、運転をお願い。よっしゃ。